たプランでは。あとは何を買うんだっけか。あいい匂いだな。獣肉のビリヤニだ。ちょっと買っていこうぜ。じゃあ今追加するぞ。へえ、旅人とパイモンじゃないか。まさかこんなところで会えるなんてな。こんにちは、久しぶりだね。うわ、またお前たち二人組か。リシア、お前って砂漠に戻ったんじゃなかったか。ボディーガードの仕事を辞めただけで、喧嘩したってわけじゃないんだぜ。ドニアザードとはいい友達だからな。風魔駅はまだ人手を募集してるし、報酬も手厚い。私にしたって仲間たちにしたって断る理由はないだろ。ここ数日リシアはうちの仕事を引き受けてくれてたの。だからそのままうちに泊まってもらってるのよ。お父様もお母様もとても喜んでるわ。前にリシアがいなかった時なんか、まるで家族がいなくなったようだなんて言ってたもの。そりゃ大げさすぎますよ。旦那様と奥様はいつも本当に親切で。仕事は終わったし、ちょっと買い物したら旅団に戻る予定だったんだけどさ、旦那様がどうしてもあと一泊していってほしいとおっしゃって。もう2、3日泊まっていったっていいじゃないの。お父様がまだリシアに得意料理を振る舞ってないわ。私が暇に耐えられない人間だってお嬢様は知ってるでしょうが。気にすんなって、また機会はあるからさ。お前はすごいな。得意料理って聞いてもちっとも動揺してないぞ。あ、そうだ、前に今度砂漠に連れて行ってくれるって約束したでしょ。今日出発するのはどう？まだ見ていないところがたくさんあるの。申し訳ないが今日はまだダメだ。旅団には処理しなきゃならないことも残ってるし、最近は砂漠の方も物騒だしな。今日も先延ばしにする気ね。前回もそうだったわ。前々回も。ごめんごめん、もうちょっと時間をくださいよ。ちゃんと手配しておくから。わかったわ。でも単なるわがままじゃないのよ。実はそのある種の勘みたいなものというか、今回うちに来てくれた時からリシアが妙に焦っていて落ち着かない様子でいること、私気づいてるの。何か困ったことがあって、それで私たちの約束を何度も先延ばしにしてるの。いやいや、お嬢様の考えすぎですよ。それじゃあ約束できる？友達っていうのはお互いに嘘をついてはいけないのよ。リシアがうなずいてくれるなら私はこれ以上聞かないことにするわ。でももし本当に何かあるならちゃんと私に教えて。何とかしてあなたを助けるわ。ドニアザードの言う通りなんじゃないのか。お嬢様と来たら全く手に負えないぜ。どんなこともあんたには隠し通せないみたいだ。傭兵界隈のことなんかお嬢様は知る必要がないと思ってた。知ってもいいことはないからな。リスクを避けて利を取る弱肉強食の世界、こことはだいぶ違うんだ。でも私たちは親友でしょ。リシアの悩みがわからなかったらサポートしたり手助けしたりできないじゃない。お嬢様、そこまでこだわる必要なんかないでしょうに。はあ、本当に参ったな。じゃあ場所を変えよう。ここはあまり良くない。ここにしよう。なるべく人目を引かないように。エルマイト旅団はかなり人が多いし構成も複雑だ。私みたいにモラを稼ぐためにあちこちで仕事を探している傭兵がそこら中にいる。私のいる旅団は至高の猟銃って名前で規模は大きくない。だがうちが受け入れてるのはみんな気骨のある切りがたい連中ばかりだけどな。
モラのためなら道徳だって綺麗さっぱり捨てられるような旅団もある。中でも一番悪名高いのは神王のレリクスって旅団だ。神王？エルマイト旅団の奴らにとっての神様で王様って言えば、そう、あんたらはアフマルの目とやり合ったことがあるって聞いた。あいつらは神王のレリクスに付属する旅団の一つだ。おお、神の缶詰知識を売ってたあの旅団だな。確かにいい奴らとは思えなかったけど。神王のレリクスはいくつもの似たような旅団で構成されてて、本部が上から下までを全部管理してる。本来なら奴らとは一切関わりたくないところだが、今回騒ぎを引き起こしたのはアフマルのヒゲって旅団なんだ。ヒゲ？アゴヒゲのことだよ。多分な。バカな名前だってことは言わなくても分かってるぜ。私も昔から大嫌いだからな。だが要点は、それがクセラ。親父の旅団ってことだ。言いにくかったわけは少し分かってきたわ。でも彼らが一体何をしたの？詳しいことはやっぱり言わないでおくよ、お嬢様。とにかく奴らはかなり多くの暴力沙汰を起こした。100件以上か。そんなにたくさん？ああ、それに現場の状況もかなり凄惨だ。奴らは金品を全部奪った後、口封じに人を殺すんだ。被害者はキャラバンや一般人にとどまらず、他の傭兵団にまで及んでる。もう敵と味方の区別すらしてないのね。モラルがないにも程があるわ。この件に関して神王のレリクスの内部がどういう態度でいるのかはわからないが、ここ数年奴らはますます大胆になってきてる。このまま見て見ぬふりをしていれば、私の旅団もアール村の人たちもいずれは奴らに狙われるかもしれない。親父のやつ、ここ数年一体何考えてんだ？お前の親父ってそんなに恐ろしいやつなのか？人は変わるもんさ。記憶じゃ前からろくでなしではあったけど、一線を越えるようなことはしなかった。高い評価とは言えないみたいだな。そうじゃなきゃアフマルのヒゲを出て親父と関係を断つわけがないだろ。親父は大雑把ですごく騒がしくて適当なやつだ。毎日毎日まともなこともせずに酒を浴びるほど飲んで、それにスケベだった。旅団の船員たちと一緒になってよく一晩中はしゃいでたよ。うわ、悪夢みたいだな。お母様は彼らを止めないの？残念だけど母親が誰なのか私は知らないんだ。ごめんなさい。でしょ、私そんなつもりじゃ。気にしなくていいさ、お嬢様。傭兵には私みたいなやつが多いんだ。親父がスケベだって言ったろ。私はそうやって生まれたのさ。親父も私の母親が誰なのかわからないと言った。母親も私に会いに来たことは一度もなかった。親父はいつも父さんがいれば大丈夫だなんて言ってたが、ほとんどのことは旅団のみんなに任せて親父は物語を語ってくれる程度だった。でも親父はセンスが本当になくて、物語のレパートリーは少ないわ。古くて時代遅れのものばっかりだわ。でさ、砂上の勇者が森にいる巨竜を倒したとか、傭兵があらゆる困難を乗り越えて反乱軍から姫を救い出したとか。どれもありきたりな童話だな。ああ、1回や2回ならまだ新鮮に感じられるかもしれないが、10回目や20回目にはもう聞き飽きてたよ。でも親父は飽きもせず、むしろどんどん夢中になって、
旅団にいる仲間たちまで呼んで芝居をさせたりしてた。用意してくれるおもちゃも物語の中の道具とか鎧とか、それに盾、それからおもちゃの剣ばっかり。後になってようやく分かったよ。親父は私のために物語を語ってたんじゃなくて、あいつ自身がそうやって遊ぶのが好きだったんだってな。うわ、変なやつだな。まあな、子供の頃は幼稚な人だとは思ってたが、どうしようもないやつだって思ったくらいで、嫌いとまでは言えなかった。でも大人になってから神王のレリクスのしてきたことをたまたま知ったんだ。略奪、脅迫、暴力、詐欺、そんな全ての悪行が組織の中で自慢の種になってるなんて思いもしなかった。親父や旅団の奴らは英雄なんかじゃなくて、物語の中じゃ倒されるべき悪人だったんだ。まさか見せさえしなければ私が永遠にわからないとでも思ってたのか。あなたの気持ちわかるような気がするわ。現実との落差を感じてしまったのね。そうだな。でも大丈夫さ、お嬢様。もう過去のことだからな。親父と大喧嘩した後は私が出て行って、それ以来一度も戻ってない。今回調査に関わることにしたのも、親父に何か感情を抱いてるからじゃない。単に周りの人を守りたいだけだ。うん、仲間たちがいろんなところから情報を集めてる。報告のほとんどは暴力沙汰だが、違法取引に関するものもある。そうなのね。でもそれってとても危険なんでしょ。まあな。でも傭兵の一生は常に危険と隣り合わせさ。私はこういう生き方を楽しんでるぜ。でもあなたのことを大切に思っている人にとってそれはとても重い負担になるわ。だからあんたに言うつもりはなかったんですよ、お嬢様。どうしよう、二人とも一理あるぞ。え、あんたまで巻き込まれる必要はないだろう。こいつはすごいんだぞ、ドニアザード。こいつとディシアが手を組めばこんなことはパッと解決だ。うん、わかった。彼がいてくれれば確かに安心できるわ。じゃあ私はシティであなたたちからの情報を待っているわ。どうか無事でいてね。心配してくれてありがとな、お嬢様。それじゃあ出発しよう。まずはキャラバン宿駅に行って至高の領主へ、私の仲間たちに会いに行こう。くれぐれも気をつけてね。シティであなたたちからの情報を待ってるから、絶対に無茶はしないでね。ああ、ディシア、戻ってきたか。この二人は君の友達か。こんにちは。気楽にしてくれよ。こっちはこれといったこだわりなんてのはないからな。新しい奴らもいることだし、俺からアフマルのヒゲについて簡単に説明させてもらうよ。奴らはやり方を選ばず、自分の仲間たちを直接モラを巻き上げるターゲットにしてる。それも普通の傭兵団だけじゃない。同じ神王のレリクスに属する旅団も奴らに襲われる。凶暴で残酷な獣でさえ己の血肉と群れを守るのに、あいつらは全然気にしちゃいない。そう、傭兵から価値のあるものを奪ったら奴らは
他の旅団や闇市の商人にそれを転売する。一部のモラは食料や武器と交換され、すぐに次の暴力行為に使われる。ひどすぎるだろう。ああ、だから俺たちも気になってるところなんだ。奴らがこんなにモラを渇望してる理由は何なのかってことがな。この前、ヒシャムと一緒に奴らをつけ、商人に化けて奴らとやり取りした。そしたら、案の定とんでもないことが分かったよ。財物を奪うというよりは内輪揉めだな。あれは待て、内輪揉めだって。そうだ、被害者の中で神王のレリクスに属する旅団の比率がとても高いんだ。単にモラ目当てなら相手は誰でもいいわけで、こんな風に明確な目標を狙う理由はないはずだ。でも内輪揉めだと解釈すれば辻褄が合う。だが残念ながら奴らは口がとても固くてね、これ以上の情報は得られなかった。ただアフマルのヒゲが活発に動いてたここ数年で、神王のレリクスの勢力はどんどんそがれていってるそうだ。確かにおかしい。こっからの調査は私たちに任せろ。でも私がいなかったこの数日間のうちに、あんたらが直接話を聞き出しに行ってたなんてな、あまりにも危険すぎやしないか。まあ気にするな。これは君の親父さんの旅団だろ。俺たちは君よりも心配してるのさ。そう、それにあんたがしてきた危険なことの方がよっぽど多いだろう。あんたに比べれば俺たちのしたことなんか大したことじゃないって。二人が取引に出かけている間に俺は被害者の拠点を確認しに行った。生存者はおらず、生き残った者はみんな逃げた後だった。拠点に価値のあるものは何も残っていない。ヒシャム、ハラフ、あんたたちも来たのか。あんたが帰ってくるのを見かけてな、すぐ駆けつけてきたんだぜ。そっちの新しい友達は一見まだ未熟そうだけど、ただならぬオーラを感じる。あんたのそばにはすごい助っ人がいるみたいで、俺たちも安心さ。オイラは？オイラはどうなんだ？あんたも一緒に行くのか？もちろんだぞ。オイラはこいつの一番大切なガイドなんだからな。こいつがどこに行こうが、オイラはついていくぞ。それじゃあディシア、彼女の面倒をよく見てやれよな。オイラのことをバカにしてるの？こう見えてもこいつは今まで数々の危険な場所に行って、最後にはいつも無事でいたんだぜ。たとえ偶然だったとしても、ここまで偶然が積み重なれば相当なもんだって言えるだろう。そうだったのか。俺としたことが見た目で人を判断してしまったな。そうだディシア、時間があったらお前のスケジュールを副団長に教えてやれ。この間の新人募集の時、みな資料の獅子の名前目当てにやってきたのに、ちょうどお前が留守でここにいたのは男ばっかりだった。副団長はあちこち駆け回ったんだが、結果は芳しくなくて、残ってくれるやつはあまりいなかった。とても悲しんでいたぞ。悪い悪い、またいい酒でも何本か持っていくよ。こないだは急いでたから、わざわざ帰ってくるのも面倒でさ。でもそいつらの選択は正しいと思うぜ。ディシアがいなけりゃ、確かにここは魅力的な場所じゃないもんな。副団長が何とかして何人かイケメンや美人さんを捕まえてきてくれたらよかったんだけど。よせよ、前に女性の傭兵を二人呼んできた時なんか、あんたらどいつもこいつも冬瓜みたいに座ったままで息もできなくなってただろう。本当に不気味な沈黙だったぜ。彼女たちは入団するつもりだったのに、あの食事の後は怖がって逃げちまってさ。そんなことはもういいだろう。こんなことがあったのか、俺は知らないが。あの時君はいなかっただろう。いなかっただと？こんな千載一遇のいい時を逃してしまった上に、お前らは誰もこのことを教えてくれなかったのか。まあまあ、わかったわかったって、後で教えるから暴れるな。いや、ごまかせると思うなよ。
それにヒシャム、お前もだ。早く来い、詳しく教えろ。お前たちっていつもこんな感じなのか？そうだ、傭兵の間には細かいルールなんかないのさ。思いついたことは何でも言う。すっごく自由だ。もし切れるようなことがあれば罵ってやればいい。それでも気が済まねえなら直接手を出したっていいぜ。みんなそんなこと気にも留めないからすぐ過ぎ去っていく。不満を表に出せず永遠に交流を断ち切っちまうよりはマシだろ。だからあいつらと話してるときは私も手加減しないんだ。笑うべきときは笑って、罵るべきときは罵る。すっごく気持ちいいぜ。風舞家にいるときはそんなことできないけどな。おい、あんたら、喧嘩は後にして、まずは情報をくれ。聞いてるのか、ハラフ。先に仕事を済ませろ。俺はルートマップを書いてみたんだ。この場所で奴らが盗品を売るのを手伝ってるキャラバンを止めることができる。まずはどこかに隠れるといい。夜になれば必ず犯人も盗品も全部押さえられるはずだ。わかった、ありがとな。他の奴にもよろしく伝えといてくれ。安心してくれ、君も気をつけて。急がなくてもいいのよ。どうやらここみたいだな。まずは隠れて木を見計らおう。衝突することになるかもしれないから気をつけないと。安心しろって、こいつは喧嘩上手だからな。もちろんそんなことは心配してないさ。やりすぎないように気をつけないとって意味だよ。情報も得なくちゃいけないからな。奴らが来たようだ。準備はできてるな。即戦即決。奴らが反応できる前にやっちまおう。終わりね、撤収。かかれよ、やるか。負けの振り付けよ。やっ、くそ、次こそ。ちくしょう。お前は死霊の獅子。ほう、長々説明しなくて済みそうだな。さっさと言え、アフマルのヒゲとはどういう関係だ。奴らの狙いは何だ。ふん、モラをもらって仕事をする以上、傭兵が雇い主の情報を守るのは基本的な原則だ。俺がハクトでも思ってるのか。素人相手ならそんな言葉も効果的かもしれないが、結局あんたはモラを稼ぐために自分の信用と評判を守りたいだけだろ。だが商売をするには他にもいろんなものが必要だな。例えばその手や足、そしてあんたの目。5秒だけ時間をやるよ。雇い主の情報が本当にそれほど重要なことか、よく考えてみてくれ。冗談を言ってるんじゃないぞ。どうすれば人が一番苦しむのか、私はよく分かってるからな。残り2秒だ。ふん、手を煩わせる必要なんてねえよ。
おい、あんた気が狂ったのか。こいつ自分の舌を噛みやがった。早く貨物の中に薬がないか探してくれ。予想外だったぜ。幸い下の状況はひどくない。痛みで気絶しただけらしい。なんでそんなこと。こいつと威勢を張り合うつもりだった。そこらの傭兵と同じように苦もなくこいつから情報を聞き出せると思ってた。まさかこんなきつい方法を使ってまで情報を守ろうとするとはな。どうするんだ。こいつもう気絶しちゃったぞ。目を覚ますのを待つのはいいけど、でもやっぱりこれ以上続けるのはやめておこうぜ。ああ安心しろ。こいつみたいなやつから聞き出そうとしたって時間の無駄だ。それにそんなことしたらまた自分を害そうとするかもしれない。ここに貨物がたくさん置いてある。調べてみよう。悪いと思ってるよ。記録じゃないか。見せてくれ。キャラバンなら財務記録は欠かせないはずだ。うん、やっぱりな。アフマルのヒゲ、クセラ、イドリシ、バシャール、ティクリッティ、どれも覚えのある名前だ。奴らは取引で十分な食料と武器、そして薬を手に入れていた。前は缶詰知識もな。このキャラバンは物資輸送の一環に過ぎない。奴らは盗品をウリンに運んでモラに変え、そのモラを指定の人物に渡してるんだ。指定の人物が奴らに物資を届けに来て、奴らはそれをアフマルのヒゲに渡す。おかしい。なんで最後の物資輸送については金額が記録されてないんだ。金額がない。ああ、それまでの全ての取引はどれも金額がはっきり記録されてるけど、最後の物資だけ配達完了っていう簡単な記載しかないんだ。確かにそうかもな。でも盗品がいくらで売れるかはわからないはずなんだが、奴らは商売の時さほど端数を気にしてないってことか。まあいい。次は物資の出所に関する記録だ。どれもウリンの方から来たはずだけど、あ、こんなにあるぜ。え、どうしたんだ。さっざま風舞。風舞？あ、ドニアザードの家のあの風舞なのか。名前がたまたま同じだっていう可能性はないか。名字も名前もたまたま同じなんてことあるわけないだろ。サッツァマンはドニアザードのお父様、風舞家の旦那様だ。これは一体。すまん、あんたの言う通りだな。落ち着いて情報を整理しないと。ここに書いてあることからすると、風舞家がアフマルのヒゲに物資を提供したのは確かなことみたいだ。もしかしたらそれは普通の取引で、風舞家は何も知らないかもしれないぞ。その可能性もある。でももしこれが普通の取引なら、なんでこのキャラバンは
わざわざ特定の人物から物資を購入する。キャラバン宿駅やオルモス港で直接購入できるのに。ああ、暴力や略奪行為への援助な。そしてその人物がもらった代金は返礼とみなされる。それじゃあ動機はモラのためか。でもドニアザードの家はモラに困ってなんかないだろう。わからない。私はよく風魔池に出入りしてるが、おかしなところは何も見当たらないんだ。モラといえばマリン病の治療のために莫大な費用が必要だってことくらいしか思いつかないが、もしかすると借金を返済するためとかか。でもこれはあくまでも推測だ。旦那様がこんな方法でモラを稼ぐとは思えないんだが。うん、お嬢様がこのことを知ってるとは思えない。それに私はお嬢様のことを信じてる。あえて私たちに隠したりなんかしないはずだ。でもそしたらこれからどうすればいいんだ。調査しないといけない謎がまた一つ増えたな。ああ、私から見れば後戻りの選択肢なんかとっくにないさ。大丈夫だ、旦那様とお嬢様を信じてる。結論を出すにはまだ早い。とりあえず戻ってお嬢様に会おう。このことを一から全部話してお嬢様が協力してくれるかどうか聞いてみるんだ。もしかしたらこの記録のことだけじゃなくて、ついでにアフマルのヒゲの奴らを見つけることにもつながるかもしれない。うん、でも本当にいいのか。助けてもらえなかったらただただこっちの情報を漏らすだけになるかもしれないぞ。うん、それでもお嬢様に現在の状況を伝えたいんだ。これは友達同士の信頼さ。出発する前お嬢様は私をとても心配してくれた。その真心に疑いと警戒で答えることはできない。それは私のやり方にそぐわない。わかった。オイラだってドニアザードを信じたいんだ。ああ、戻るぞ、スメールシティに。戻ったよ、お嬢様。お帰りなさい。思ったより早かったのね。トラブルには巻き込まれずに済んだみたいね。どうだったの？真相は突き止めた？実はまだ調査中でね。ちょっとおかしなことに出くわしたんだ。なるほど。つまり手がかりはまたスメールシティに戻ったということ？うん、だいたいそんな感じだ。みんなちょっと気が沈んでる？やっぱりあまり良くない方向に行っちゃったの？それなら私にも聞かせてちょうだい。もしかしたら前向きな考えを分かち合えるかもしれないわ。いや、お嬢様、私は自分のことで悩んでるんじゃなくて、そのなんて言えばいいか。やっぱり何かおかしいわ。さっきからあなたたち二人も口を聞かないし、いつものパイモンなら元気そうに私に手を振って「おーい、ドニアザード!」って呼んでくれるのに、やっぱり何かあったのね。それは。お嬢様、これからの話、ちょっと心の準備が必要です。これは旦那様についてなんですが。お父様のこと？
わかった、ちゃんと聞くから、私のことは心配しないで。お父様は物資をアフマルのヒゲに送っていたの？うん、私たちも全然わからないんだ。旦那様の人柄を疑ったことは一度もない。だからよりわからなくなる。なんで旦那様は悪い奴らに手を貸したのかって。もしかしたら旦那様はたまたま取引に関わっていただけで、裏で何が起こってるのかを全然知らないのかもしれない。ええ、私もそう思うわ。え、お前も？こんなことを教えてくれてありがとう。あなたたちは隠さず全てを話してくれたんだから、私も今まで抱いていた疑問をあなたたちに話すべきね。お父様が私にボディーガードをつけたのは、私が勝手に外に出ないように見張るためだと思っていたわ。でもシティにいる30人団にはふさわしい候補者がたくさんいるはずなのに、どうしてお父様はあえてディシアにしたのかしら。それは前に風魔池が護衛を必要としてるからって私たち至高の猟銃に連絡してきたんだ。その後旦那様は私の腕が印象に残ったとおっしゃって、どうしても私をボディーガードにしたいと頼み込まれて、報酬もとても魅力的だったし、それで引き受けたんだ。それならまた同じ質問になるわね。どうしてお父様は至高の猟銃に連絡したの？30人団の人手が足りなかったか、あるいは知り合いに紹介されたか、今まで詳しく考えたことはなかったが、わかった。もしかして全部偶然じゃないって言いたいのか？その通りよ。全て筋が通っているように見えるけれど、よく考えてみると不自然なところがたくさんあるの。でももしお父様がずっとアフマルのヒゲと何らかの接触を保っていたなら、リシアがうちに来たのも偶然ではないはずよ。まさかリシアをボディーガードとして雇うことの方が目的なのか？いやいや、それは考えすぎだろ。親父とはもう長いこと連絡なんか取ってないんだ。私が何をしようが親父とは関係ない。でもあなたのお父様が一方的に何かをした可能性は否定できないでしょ？うん、どうやら旦那様が何も知らない被害者である可能性はあんまりないみたいだな。ごめん、お前まで巻き込んじゃったな。謝ることはないわ、アイモン。むしろあなたたちに感謝したいの。理由はどうであれ、もしお父様が本当に悪者を援助しているのなら、私はなるべく早くお父様を正気に戻すべきだもの。こんなこと本当にいいのか？親父は数々の悪行を働いてきたし、罪を問われても当然だ。私はちっとも同情なんかしない。たとえ親不孝者だって言われてもです。でも風魔池の人たちはすごく待遇のいい仕事を与えてくれて、私のことをよく気にかけてくれています。なのにこの件の結果は風魔池全体を巻き込むことになるかもしれない。もしそうだったら、私は恩をあだで返すようなことをしているんじゃ。リシア。大丈夫よ、リシア。私があなたにそうさせたと言えばいい。やめてください、お嬢様。私は責任を取ることを恐れてるんじゃない。それに今一番苦しいのはお嬢様の方なのに。まだそんなことにはなってないだろ。それに、なんて言ったっけ、そう、信頼、そう言ったのはディシア、お前自身なんだぞ。真実にたどり着くまではどれだけ考えても意味がないんだ。確かに
そうだな。ありがとう。そうだよな。信頼はどんな時でも大切なんだ。じゃあお嬢様、旦那様に来ていただいてお話をしてもいいですか？ええ、筋の通った説明をしてくれることを願っているわ。じゃあいつもの場所で会いましょう。いつもの場所？おう、分かったぞ。ご足労ありがとうございます。旦那様、紹介します。こちらは旅人、隣にいるのは彼のガイドでパイモンです。以前うちの娘と共に経験したことについて少しだけ耳にしてるよ。今日お二人に会うことができて本当に光栄だ。では手短に話そうか。重要なことというのは？まずこちらの取引リストをご覧いただけますか？ちょっと気になることがあって。やはりこのことか。どうやら隠そうにも隠せないみたいだな。旦那様、ご説明いただけますか？これはとても複雑な話だ。私自身、自分のやり方が正しかったかどうかわからない。しかし確実に言えるのは、ディシア、この話を君が聞いてもいいことは何一つないということだ。それどころか君は傷つくことになるかもしれない。私が？そう、君たちが私に会おうとした理由はよく理解できる。君たちの見せた正義感にも私は感動してるんだ。だが知識は決してあればあるほどいいというものではない。真実は隠されていた方が幸福ということもあるのだからね。私も君の父親のクセラもそう望んでいるんだ。君には真実を知る権利があるが、私は君に警告しなければならない。この真実は君がこれまでの人生で積み上げてきた全てを風に吹き飛ばされる黄砂に変えてしまうかもしれない。そしてクセラの注いできた心血も君が真実を求めれば水の泡になってしまう。あいつの心血？私にはよくわかりません。旦那様、私はここまで歩いてくるのにあいつの世話になったことなんか一度もありません。私には私なりの信念や善悪の価値観があって、大切に思ってる人と物がある。全部あいつには関係ありません。それに私は旦那様を助けに来たんです。この件に関しては一歩も引かないし、揺るがされはしません。わかった。じゃあある物語を聞いてもらおう。ロニアザードが生まれて間もなく、私たち一家はある用事で砂漠に行くことになった。だが道中で強盗に遭ったんだ。相手は数が多く、私たちのボディーガードも劣勢で体型を崩した。その時だった。通りすがりのエルマイト旅団が私たちを助けてくれたんだ。それがアフマルのヒゲ、クセラが率いた旅団だった。私たちを襲ったのもエルマイト旅団の連中だと彼らは教えてくれた。とても驚いたよ。どうして彼らは自分の仲間に手を出してまで私たちを助けたのかってね。クセラは笑って私たちのそばに来ると、また赤ん坊だったドニアザードをからかった。ドニアザードは怖がって泣きそうになっていたな。そんなことがあったの？助けた理由は特になく、ただ自分の子供もドニアザードと同じくらいの年だからと彼は言った。それから私たちは子供の話をしたよ。
彼は心の優しい父親だと感じた。その恩に報いるために彼の旅団をしばらくの間うちの手伝いとして雇って手厚い報酬を支払ったんだ。まさかそんなことがあったなんて。再び会ったのはそれから何年も後のことだった。その日誰かがドアを叩いてね。ドアを開けても最初は全然誰だかわからなかった。健康でたくましかった彼は憔悴して弱々しくなり、歩く時には杖をつかねばならないほどになっていたんだ。そんな、私が出て行った時親父はまだ元気だったのに。私にも何がなんだか。ただ唯一彼の朗らかな表情だけは変わっていなかった。心配することはない、ただ殴られただけだと彼は言った。そして彼は突然こう尋ねてきた。ドニアザードはもう大きくなっただろうからボディーガードが必要じゃないかとね。当時ドニアザードのマリン病はどんどんひどくなっていたし、出かける機会もほとんどなかった。もちろんボディーガードなどは必要ない。そしたら彼は、俺は必要だと思うとか、いずれ使えるようになるなんて言い始めたんだ。彼の言っていることの意味は全くわからなかった。彼が至高の猟銃のディシアという傭兵を進めてくるまでは。そいつが進めてきたのか。そうだ、彼は意図を遠回しに伝えてきた。神王のレリクスにいるのはみんな極悪非道の悪者で、そこにいれば遅かれ早かれ悪事を働くようになる。自分はもう救いようがないけれど、せめて娘は己の思う通りに行動できない傭兵の世界から離れてくれるように、そう彼は願っていた。もしディシアがうちでボディーガードを務め続ければ、砂漠を離れて一般人になっていくことができる。だからお父様はあんなに高い報酬を提示したの？そういうわけでもないさ。彼に託された時から私はディシアを自分の娘として見ているからね。だから君が出ていくと言った時はどうしても引き止めたかった。そのためならいくら出してもいいほどに。クセラは砂漠で私とドニアザードを救ってくれたんだ。だから彼の娘を託された今、私がそれを拒むわけにはいかない。あいついつもそうだ、利口ぶって独りよがりで。クセラはディシアを雇う費用の一部を出すと言った。私は受け取らないことにしていたが、それでも彼はしょっちゅうモラを送ってきていた。それも彼の一つの思いだと思って私は受け取った。すると数年前、彼からの手紙が再び届いたんだ。それは食料、武器、薬、さらに爆薬の原材料を買うのを手伝ってほしいという内容だった。あ、それってアフマルのヒゲが騒ぎを起こし始めた頃じゃないか。その通りだ。よくない噂を思い浮かべて私も警戒し始めたよ。彼と直接会って話がしたかった。だが当時の彼はもう私と会おうとはしてくれなかった。きっとディシアを巻き込みたくなかったんだろうね。それについては私も考えたよ。彼は追い詰められてもう他に手がないから私に助けを求めに来たんだと判断した。だからいろいろと考えた末に食料と薬を提供したが、危険なものは全て断った。この程度の援助でも間接的に他の誰かを傷つけることになってしまうかもしれないということは分かっている。でもかつての恩人に背を向けることはできなかった。やっぱりそれは間違っていたんだろう。私はいくつかのことから目を背けて自分にとって一番楽なやり方を取っただけだ。あいつの居場所を教えてください旦那様。もし本気であいつが私を巻き込みたくないと思っているのなら、今してることは全部全く筋が通ってません。私と関係を切りたいなら、初めから軽々しく私をこの世界に連れてくるなよ。なあディシア、悲しむなよ。私は怒ってるだけだ。
あいつのしてることが全く理解できない。別の解釈わからない。あいつは幼稚で乱暴で、あいつの考えてることなんか私には。でもあんたの言うことにも確かに一理ある。真実はまだ完全に明らかにされたわけじゃないし、ここ数年あいつが何をしてたのか、何を考えていたのか、はっきりさせないと。協力するよ。君たち親子の間に残されている問題は当人同士が直に会って解決しないといけない。だが私も彼がどこにいるのかわからない。物資を提供するだけで深入りはしたくなかったんだ。リストにはジャワードという人の名が載っている。彼は30人団にいて、昔は砂漠の傭兵をしていたそうだ。彼は武器を提供していたからキャラバンと接触もしている。きっとクセラたちの行方を知ってるはずだ。夜一人で酒場の外に座って夜風を浴びながら飲むのが好きだと聞いたよ。行ってみるといい。わかりました。ありがとうございます旦那様。じゃあ旦那様とドニアザードは。お父様のことは私に任せて。正直今はまだ頭の中がぐちゃぐちゃで落ち着かないの。お父様は確かに悪いことをしたわ。でもこのことについては正しいやり方はなかったと思う。全ての真実を30人団に話して彼らに判断してもらうしかないわ。ああ、どんな結果になろうとも私は受け入れるよ。過ちを認める時が来たんだからね。君たちは？公の組織が武器を砂漠のならず者たちに密輸するとは、いい度胸してんじゃねえか。しー、声が大きい。一体どうやって知ったんだ。ついてきてくれ。場所を変えてちゃんと話し合おうな。ここなら大丈夫そうだ。さて君たちは一体なんでそれを知ってる？それは気にしなくていい。あんた、この件が上に報告されたらどんな罰が待ってるか分かってるんだろうな。そこまでする必要はないだろう。ほら、今君たちとこうして話し合うつもりじゃないか。本当に村だけのためだったのか？確かにあの時は懐が寂しかったんだ。それに昔はクセラに結構世話になったし、そういう状況で僕にこんな取引を断る理由もないだろう。彼の役に立てて金儲けもできて。あんたに一つ正しい道を示してやる。今私たちはアフマルのヒゲを調査してる最中で、奴らの行動を阻止するつもりだ。もし私たちに力を貸してくれるなら、きっとその後に下るあんたへの処罰もそれなりに軽くなると思うぜ。他に解決法はないのか？今回は結構モラが入ったからいくらか。ダメだ。私の辛抱強さにも限界があるんだ。傭兵が金目当てで来たかどうかなんてあんたには一目でわかるだろうが。わかったわかったよ。まったく。じゃあその時が来たら絶対僕のために証言してくれよな。彼らはしょっちゅうキャンプの場所を変えてるんだ。前回僕が荷物を届けた時は砂漠の
この辺りにいたよ。行ってみるといい。ただ先に言っとくけど、彼らがいなくなってたとしても僕のせいじゃないからな。いいぜ、あんたのための証言もなしになるけどな。おい、そんな。それで、あんたが嘘をつかなかったって保証はどこにあるんだ。分かってるよな、あんたに私と交渉する資格なんてないって。はいはい、分かったよ。とりあえず行ってみてくれ。もしいなくなってたら僕の方でまた何とかするよ。分かればいいんだ。行こうか。あんたはおとなしくシティで待ってな。後で30人団の奴らにあんたを捕まえさせるなんてことさせてくれるなよ。安心してくれ、動き回ったりし、ついてないな。よりによってあいつに捕まるなんて。私たちはついてるみたいだな。あのキャンプだ。行こう。全部はっきり聞き出すんだ。クセラを出せ。私に合わせろ。ディシア、なんでお前が。これこそが知恵の伝道。諦めて。痛がっちゃいないよ。やっ、はあ、行くぞ。はっ、やっ、はっ、かかれ。許さない。バカなことはもう十分だ。お前も俺たちを止めに来たのか。この件はお前に関係ない。覚えたわよ。へえ、へえ、よっ、手加減なしだぜ。よっ、よっ、ふん、ふん、どきな、やっ、たっ、はっ、歯振りしばれよ。強い。こうやって喧嘩しても拉致が開かないだろう。みんな知り合いなんだ。収拾がつかなくなるような事態にしたいわけじゃない。早くクセラに合わせろ。もうコソコソすんじゃねえ。あ、私の言ってることがわからないのか。それともまだ戦い足りないのか。まあまあ、そこまでだ。どっちも落ち着け。リシア、団長はもうお前に会えない。団長はとっくに死んだ。なんだって。お前は全くこっちのことなど気にかけてなかったらしいな。ま、それが団長の生前の願いでもあったが。それはいつの話だ。一体何が起こったんだ。何年か前、クセラ団長は一人で神王のレリクスの本部へ行った。その上、アフマルのヒゲも解散させたんだ。それってまさかお前たちが騒ぎを起こし始めた頃か。騒ぎ、俺たちはそれを復讐と呼びたいがな。神王のレリクスの奴らには絶対にその血肉を持ってあがなってもらう。一人残らずだ。俺が初めから話そう。リシア、神王のレリクスの頭がどうやって内部の秩序を維持してるかは知ってるか。圧倒的な武力と、それから有無を言わせない威厳。ああ、確かにそれもそうだ。ただそれだけじゃ足りなかった。奴らにはもう一つ武器がある。善科って名のな。神王のレリクスの人間は
自分から入ったにせよ、無理やり忠誠を誓わされたにせよ、必ず一回は記録を残さなければならなかった。汚れた非道で許されることのない罪の記録、これは忠誠の象徴であり、脅迫する時の手札でもあった。ああそうだ、俺もバシャールもティクリッティも、お前が成長していくのを一緒に見ていた奴らも、後になって俺たちの仲間になった奴らも、全員そうだった。だがディシア、お前はそんなことを要求されたことは一度もない。だろう？私は、そんな要求があったことなんか、全然知らなかった。神王のレリクスにいる身でこれを知らなかった人間は、おそらくお前一人だろうよ。お前が生まれた時から団長はずっとお前をかばって、この組織の最も闇の深いルールに触れさせなかった。それだけじゃない。団長は俺ら全員に悪事を禁止したんだ。本部が定期的に上納しろっていうモラも自分が何とかするって。けど、所詮は普通の人間だ。何の方法があるって言うんだ。金は足りないし、記録の提出も間に合わない。団長は何度も本部に行って情けをこい、理由を探しては殴られてた。俺たちはみんな知ってたさ。団長がそんなことをするのは全部お前のためだったな。団長は何としてもお前をここから送り出したかったんだ。つまりそいつが傷だらけになって杖までつくようになったのって全部それのせいなのか？いや、それだと話が通らないぜ。私は何も知らなかったんだ。それにあいつが殴られて怪我してるところなんて見たことがない。殴られての怪我か、戦闘で受けた怪我かなんて、当時あんなに小さかったお前に区別がついたか？お前が団長と喧嘩して意地になって家を出てった後、団長あの一晩で十何歳も老けちまって白髪まで生えてきたんだ。つまり思考の領収も。ああ、団長が手配した。そうでもなきゃお前は砂漠から出る前に干からびてしまうとこだっただろう。何年か前、団長の体はもうだいぶ弱ってたのさ。本部に行くって言ってたが、俺たちはまた殴られに行くんだと思った。だから俺はいっそのこと団長を俺に譲れって言ったよ。けど団長は必要ない、アフマルのヒゲはもうすぐ解散できるって。あの時団長の言ったことの意味はよくわからなかったが、夜になって本部で大きな火事が起きたって聞いた。記録もきれいさっぱり焼かれたってな。あの晩みんなが自由を手にした。俺たちの団だけじゃない、迫害に遭ってた傭兵たちもたくさん逃げた。けど俺たちみたいに裏で何が起こったのかを知ってる人間はのんきに離れられるわけがないだろ。ああ、団長の犠牲を無駄にするわけにはいかない。本部のクソ野郎たちが団長の命を奪ったんだ。あれからアフマルのヒゲは復讐組織となった。団長が火をかけたことによって本部は大きな痛手を負った。それで攻撃を仕掛けるチャンスができた。たとえ力の差が大きくても、俺たちは絶対に復讐の願いを最後まで貫き通す。本部の人間には身分や名前を変えて他の傭兵団やウリンの方へ隠れた奴もいた。だが俺たちは誰一人見逃さない。これは奴らが払うべき代償だ。俺たちの方も結構な痛手を負ったからな。それで大量の食料と武器、薬の支援が必要だったんだ。だから戦闘後はかき集められるものだけかき集めてモラに変えて物資を交換するしかなかったのさ。団長の生前の人脈を利用しようと筆跡を偽造して大量に手紙を出した。幸い結構手伝ってくれるやつがいて、同じ志を持つ傭兵も多く加担した。俺たちは歯を食いしばりながら一回また一回と無謀な戦いに勝ってきた。
神王のレリクスは少しずつ弱体化していった。今はやっと奴らの本部に攻撃を仕掛けられるチャンスってわけだ。そんな、おいらもうどうすればいいかわからないぞ。そんな理屈はわかってんだよ。だが俺たちは元より罪深い人間だ。団長が奪ってきた自由なんてものを持つ資格はない。団長は古臭い英雄物語が大好きだったんだぜ。自分を犠牲にして世界を救うとかな。そんな団長を俺たちはいつも笑ってた。でもな、団長は最後には本当にそれをやってのけたんだ。俺は英雄を気取ってるわけじゃない。俺たちの命はみんな半端なく汚れてんだ。そんな資格なんじゃないけどな、物語ってのはそういうもんだろ。主人公の思想が救われた者の心を動かし、一人また一人と身を挺するようになる。俺たちは多分笑い物にしてるとき、笑ってるときに入り込んじまったんだ。この物語をどう演じ終えるかを考えて。すまんすまん、リシアはガキの頃からこういうのが恥ずかしかったんだよな。今のはなかったことにしてくれ。私も一緒に行く。え、リシア、お前そいつらを助けるのか。こいつらは私の成長を見守ってきた奴らだ。みんな悪い奴じゃないってのは知ってるけど、ことがこうなってしまった以上、善悪はもう判断しがたい。それでも私には分かるんだ。神王のレリクスは必ず潰さないといけないってな。それに親父がまだそこにいるかどうか確かめに行きたいんだ。あんたらはこの件に関わりたくないだろ。ここまでにしよう。あたし一人で大丈夫だ。そうだぞ、おいらも最後まで見届けないと。絶対いろんなことが心残りになるって感じがするもんな。ありがとな。おかげでますます戦力が増えたよ。クセラ団長も最後の最後でお前が関わってきたなんて知ったら怒って地団駄を踏むだろうな。けど俺たちの今の消耗具合を考えると、お前のような心強い援軍を断れないな。あいつの考えはどうだっていいんだ。ただ少なくともあいつに借りを作ったままなんてごめんなんだよ。手をつなぎましょう。まあもう終わりだよな、我が息子よ。神王のレリクスは間もなく歴史の遺物となる。これで終わりだよな。残念すぎる、一緒に最後の一戦に行けないなんて。頑張ってきてくれよ。ここが入り口なのか？
なんか結構すんなり入れたぞ。ああ、奴らにはもう監視を置いたり外を守ったりする余裕はないはずだ。奴らはおそらく全員ここに隠れてるはずだ。何人残ってるかは分からんがな。何人いようと構わない。全員捕まえればいいだけの話だ。気をつけろよ。たとえ相手が衰えていても油断は禁物だ。だな。どれほどの腕前なのかは突き当たってみれば分かるさ。昔神王のレリクスって名がどれだけ威勢が良かったとしても今は取るに足りねえよ。ああ、お前の加勢があればなおさらだ。俺が案内しよう。昔一度だけ来たことがあるんだ。俺についてこい。突っ走ればすぐだ。おう。待てよ。まずは観察しないのか。おい、大丈夫か。ただ閉じ込められたみてえだ。他の穴は反応しなかったみたいだが。前に気をつけろ。敵が来やがった。こうなれば強行突破一択だな。俺たちに構うな。こんなこともあるさ。心の準備はできてる。他に道がないか探してみろ。行け。団長に恥をかかせちゃならん。と、オイラたちは早く他に道がないか探そうぜ。せめて早く助けてやろう。そうだな。あっちに道がありそうだけど、塞がれてるみたいだな。あの仕掛けを試してみるか。うん、行こうぜ。きれいなさい。許さない。覚えたわよ。タン、ヤッ、ハッ、セ、トン、かかれ。
急がなくてもいいのよ。さっきの仕掛けとちょっと似てるけど、真ん中は遮られてるみたいだな。まあつまりちょっと調整すれば解けるんだよな。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。本当にそっちから人が入ってくるとは意外だったな。だが砂漠の民は常に意外と隣り合わせで生きてるもんさ。俺たちはとっくに慣れてる。無駄口はよせ。もうあんたに逃げ場はないんだぜ。逃げる？その道を選ぶなら今まで俺には数えきれないほどのチャンスがあった。俺はこの身で神王のレリクスの最も輝かしい時代を経験した。生きながらえたとしてもその後に残るのは尽きぬ苦しみのみ。残った奴らはこんな言葉に共感してる奴らばっかりさ。偉大なる者は墜落の記憶を持つべからず。最後の悪あがきか。行け、キングデジェルト様が俺たちに残してくれた恩恵を奴らに見せつけてやれ。どれだけ強かろうが、たった二人さ。第一陣やれ。そのまま全員殲滅だ。痛がっちゃいない。そう、これを食らえ。覚えたわよ。捕まえた。勝ったと思うなよ。まだまだ始まったばかりだ。痛がっちゃいない。痛え。みんなは俺が守れ。いや、耐えられる。
王様は信徒を誰一人見捨てはしない。捕まえた。やっ、震えなさい。許さない。サブちゃって。おい、お前ら俺についてこい。誓いを果たす時が来たぞ。あんたら命はもう惜しくねえのか。もとよりそんなつもりはねえ。誰一人だ。命令を出してる奴がやっと倒れたな。でもあいつらの攻撃はまだやんでないぞ。ここってなんだか闘獣場みたいだ。戦い続けても無駄だって。来い、後に続け。恐れることなかれ、ひるむことなかれ。これは我々最後の陣だ。次の敵が来たら敵の気を引いてくれ。私は上にある高台を叩き落とせるかどうか試してみる。そこをどけ。ミジャール出てこい。正面も突破されたか。すみません、ミジャール様。あいつらマジで命知らずなんだ。どう切っても倒れなくて。どうやら時間切れのようだ。ミジャール、そろそろ蹴りをつける時だ。そんなチャンスを俺がやるとでも思ったか。この間もなく消え去る輝きとともに、黄砂よ、俺を埋めてくれ。待て。間に合わなかった。勝負はもうついた。戦い続けたって意味がない。もし傭兵の節操の方が大事ってんなら、あんたたちに痛い目を見せるのも私は一向に構わないがな。おい、電車、仕掛けを見つけたぞ。今すぐ登らせてやる。行こうか。お前ら一体何者だ。なんで俺たちにしつこく噛みついてくる。あの堂々たる神王のレリクスが本拠地まで乗り込ませておきながら、相手が誰かもわからないなんてな。ネズミみたいに狡猾に、あっちを噛んだりそっちを噛んだり、捕まえようにも捕まえられないときた。お前らのしたいことなど知ったことか。おい、クセラという名を覚えているか。知らん。俺は頭じゃねえし。もう一度だけチャンスをやる。だから知らないって。ただの下っ端の俺が嘘をつくわけないだろ。人探しだったら資料確認しろよ。団員の出入りがあんなに激しいのに全部知ってるやつがいると思うか。本当に滑稽な話だな。多くの人にとってあいつの命はかけがえのないものだったのに、一部の奴らにとっちゃ何の価値もない。おい、資料室はどこだ。あっちだ。資料は全部その中にある。調べてみりゃいいさ。どうせ何の役にも立たないがな。私は古い資料のことを聞いてるんだ。古いのっ
って焼かれたやつか。クセラ、思い出したぞ、あいつか、あの足を引きずっていた野郎。言葉に気をつけろ、俺たちの団長だぞ。つったってありゃ絶対に演技だ。あの危なっかしい歩き方を見て守りのやつは油断したんだ。川屋へ連れてってやる途中で逃げやがって、資料室へ走り込んで放火なんて。健全なやつでもあいつに追いつけなかったんだぞ。そんなのありえるかよ。それから神王のレリクスは徹底的に統率が取れなくなっちまった。無駄口はやめろ。あいつが何をしたかなんて、ここにいるやつはみんなあんたより分かってるんだよ。さっさと吐け。場所はどこだ。あっちだ。見に行きたいなら行けばいい。でもあん中には燃えかす以外何もないぜ。あんなに大きい価値だったんだ。人なんかとっくに焼かれて塵になってるさ。バシャール、ティクリッティ、一緒に来い。残りのやつはここにいるやつを監視してくれ。下手に動くやつがいたら情けは無用だ。知ってることは全部話したんだから勘弁してくれねえか。まともなやつが誰一人いねえ。ここがあいつの最後にいた場所。あいつ一体どうやったんだろうな。足を引きずりながら見張りを避けてここに潜入して放火するなんてさ。なあ、そんなに機敏だったんなら火事の中でもうまく逃げ出せたんじゃねえか。ディシア、すまん。逃げ出せてたらよかったのにな。何か残ってないかここら辺を探してみるか。これは杖？あ、これってもしかして。クセラ団長、本当に全部ありがとうな。杖が大火事の後に残ってくれたのも不幸中の幸いだった。もう一回手分けして探すか。もしかしたら他のものが残されてるかもしれねえし。でも火事も怖くないものってなんだろう。小さかったお前のおもちゃの剣。うふん、林の巨竜はもうディシア姫の手によって倒された。竜の頭は砂上に掲げられ、彼女の武勇は我らに長らくの平和と繁栄をもたらす。ほら早く、肝心なセリフだぜ。あんたが、いえ。巨竜を倒したのはお前だろ。みんなお前の言葉を待ってる。今でも緊張するか。いいさ、俺がやる。これにて勝利を宣言する。悪竜はもういない。うん。私はこれにて勝利を宣言する。悪竜はもういない、親父。
どうしたんだ。前オイラに聞いたよな、もし突然金持ちになったら何したいって。オイラが美味しい食べ物と飲み物をたくさん買うって答えたら、お前理解できないって顔しながらもオイラのこと可愛いって言ってくれたぞ。せっかくのチャンスだもんな。ひひ、今回はお前にパイモンの飲み食い生活の哲学を体験させてやるぜ。おい、オイラそんなにケチじゃないぞ。とにかく好きなだけ食べてくれよな。そしたら気持ちだってすぐ晴れるぜ。バニアザードもオイラたちが戻ったのを聞いてすぐ来るって。ありがとな。正直こんなの全然私らしくないよな。道中ずっと複雑な気持ちで何を話せばいいかわからなかったんだ。私の胸はこういろんな激しい感情で埋まっちゃったみたいでさ、この感情は今までの冒険よりも強くて、でもことが終わりを告げたら全部消えちまったんだ。私もいつになく虚しく感じてる。なんだか一番大切なものをなくしたみたいに。ああ、傭兵にとって一番大事なのはモラだって言うけど、もしかしたら私たちが一番大事にしてないのもモラなのかもしれない。イドリスたちだっていつも給料を払わないなら解散だなんて口にしてたんだぜ。親父のための復讐なんて一銭の報酬も出ないのに。私も同じだろ。大の英雄物語好きの親父が悪党だったなんてって、あのことは私を幻滅させたんだ。口では絶対に許さないとか言ってずっと理解しようとしないでおいて、そのくせどうしてもって真相を調査してさ、おまけに涙まで落としそうになるなんて。私たちの表と裏っていつも一致しねえよな。そうだな、口惜しいのは初めて本当の気持ちがわかるときはいつだってもう取り返しのつかないときなんだ。ちゃんと全員帰ってきた？無事よね？おお、来たか。うん、30人団からたくさんの人が来てね。私もちょうどお父様の件が終わったところ。これからは調査結果待ちになるかしら。あれ、リシア、なんだか元気がないみたいだけど。オイラが話すよ。今回は結構いろんなことが起こったからな。ごめんなさい、私がこんなに取り乱したりして。でも大丈夫だよお嬢様。そこまで悲しまれちゃ私が逆に申し訳なくなります。お嬢様も被害者なんですから。でもあなたの方がきっと私より悲しんでいるはずなのに。あなたに慰められるなんていけないわ。気にしないでいいって。これを機に何が幻で何が現実かやっと区別がついたさ。親父は多分環境さえ変えれば人は気持ちよく新しい生活を受け入れられるって思ってたんだ。私も何回か一瞬そう思ったよ。新しい生活を受け入れても大丈夫かなってな。でも私の潜在意識は平静を保つことなんてできなかった。こんなざわめきに戸惑うようにさえなった。旦那様の好意を無駄にしたことが申し訳なくて。でも今振り返ればそれは当たり前なことだった。だって平成なんてものは全部嘘で、風車は終始私の血の中で流れていたんだから。あなたのその考え私もわかるわ。でも
ちょっとした変化はあるぜ。例えばこれからの私はそんなに儲からない仕事をするかもしれない。親父の仲間イドリ氏が言ってたように、今は私も親父の背中を追って物語の一員になりたいんだ。結局エンディングはこんなに幼稚で滑稽だったけど、でももうそんなのどうでもいいような気がして。かっこいいじゃない、モラじゃないもののために動く傭兵なんて。食べ終わったら気分転換でもしに行きましょう。もう一回グランドバザールに行くなんてどうかしら。そうでした、お家のために絨毯を選ぶんでしたっけね。オイラたちも。今回は本当に世話になったな。この絨毯かなりいいわね。作りも細かいし、いい材料が使われてるわ。やっと見つけた。ここにいたのか。お前あの舌を噛んだ傭兵じゃないか。話せるようになったのか。待てよ、まさか復讐しに来たのか。何言ってんだ、俺にそんな腕ねえや。物を届けに来たんだ。後で自首しに行くから。目が覚めてから慌ててアフマルのヒゲの隠れ家に行ったんだ。みんなに知らせようと思ってな。けど足を怪我してまだ休養中の団員以外みんないなくなっちまってよ。きっと私たちの行った後だろうな。まあ復讐はもう終わったから、団の奴らはみんな自首したってな。この隠れ家ももうすぐ調査されるそうだ。もともとクセラの借りを返すつもりだったんだ。みんなが自首しに行った今、俺が逃げても意味がない。怪我したやつからこの箱をもらったんだ。クセラの遺品が入ってるってよ。キャンプにあるものは絶対全部押収される。今渡さなきゃもうチャンスはない。ありがとう。気にすることはねえよ、みんな自分の信念のために生きてんだ。正しいとか間違ってるなんて評価する必要はない。この箱がディシアのお父さんが残したものか。思ってた以上に少ないな。ああ、あいつは金があれば娯楽に回してた。肉を食べたり酒を飲んだりな。まあとりあえず開けてみるか。これはなんだ。全部ガラクタじゃないか。それにちょっと臭い。もしかしたら長く放っておきすぎたのかも。手写しの物語、紙も黄ばんじまってめくるだけでバラバラになりそうだな。前は個人が書籍を所有するのは教令院の規定違反だったんだ。どうせ規定に違反するならもうちょっと使えるものを写せよな。本当に好きだったってことだろうな。あとは何個かの子供が好きなお菓子。全部粉々になっちまってる。匂いはきっとここからだろうな。あなたのために買ったの？私は好きじゃないんだ、小さい頃からな。私のために買ったって言いながら毎回私よりも食べててさ。しかも食べ物はこんな風にしちゃダメってのは常識だろう。まあいい。あとは何がある？ヒゲ剃り、ボタン、丸いてっぺん、組み立て式の木の人形、毛糸のマフラー、女物みたいだな。それにかんざしも、
なんでこんなものがあるんだ？私ちょっと怖くなってきたわ。すみませんね、お嬢様。あいつはこういうやつです。多分箱をゴミ箱代わりにしてたんだろう。何でも中に入れちまって、空の酒瓶が一つ二つなあ、普通こういうものって残しておくか？あれ、その瓶何か入ってるみたいだぞ。本当だ、取り出せた。紙に何か書いてあるみたいだ。でも下の方は全部濡れちまってるな。文字がぼやけてないといいんだが、この酒を飲み終わったらいきなり手紙を書きたくなったけど、書き終わったら瓶に入れることにする。忘れたなら忘れたでいいさ、リシアへ。私宛てかよ。いや大丈夫だ、とりあえず読み上げてみるよ。手紙を書いたってことは絶対に大事なことを言いたかった、少なくとも記録しておきたかったってことのはずだ。最近体の調子がますます悪くなった。遊びに行くどころか歩くにも杖をつかなけりゃならない。多分俺に残った時間は少ないな。もしこの手紙が読まれてるなら、俺は多分もういないだろう。小さい頃のお前はどんなに可愛かったか。みんなお前のことが好きで、お前が泣いても笑ってもみんなとても楽しかった。まあ分別がつくようになった頃にはそんなに可愛くなくなったがな。絶対イドリ氏の奴らのせいだ。毎日何を教えてるんだか。何言ってんだ、一体誰のせいだっつうの。いやそうだそうだ、大事な話に戻ろう。俺がこれを書いた目的はな、全てを知ったとしても俺のために悲しむなってお前に言いたかったんだ。だってな、俺は実のところお前の父親じゃないんだ。冗談を言ってるの？私にもさっぱり。俺の若い頃はすごかったんだぜ。狩猟の獅子なんてのよりか100倍すごかったな空へ行くにしても地へ潜るにしても何だってできた。努力さえすればこの砂漠を全部我がものにできたかもってくらいすごかった。でな、ある日俺が一人砂漠で飲んでたら、まだ赤ん坊だったお前を見つけたんだ。あそこに寝てたお前は小さくて小さすぎて、もうちょっと風車が吹けば埋まっちまうくらいだったぜ。けどな、お前の泣き声があまりにもうるさくて俺の気分まで悪くなったんだ。今こうして思い返せば本当に元気いっぱいの命だったな。なんか冗談じゃなさそうだぞ。それからイドリ氏の奴らに外でちょっとした間違いをしたって言った。あいつら全く疑わなかったんだぜ。奴らを一生騙すことになって本当に悪かったと思う。けど他にどうしようもなかったんだ。俺は奴らの頭なんだからな。あいつらにいきなりただ父親になりたかったからなんて言えないだろう。さっき飲んだ酒を吐き出しちまいそうだぜよし、ディシア、お前は俺たちが夢にまで見た自由と善良な心を持ってる。これからの人生は自分で選べよ。本文はこれで終わりだ。ったく、最後まで子供扱いしやがって。ああ、じゃなきゃあいつの言うように
私は赤ん坊の時に風車の中で窒息死しちまうところだったんだ。彼はいい父親だったわ。血縁や身分なんてこれには関係ない。ああ、ただこんな方法で全部の真相を知ることになったのが残念だ。お父様からは自分で選べってあったけど、考えはまとまった？うん。風車の中で私を拾ったみたいだから、私を捨てたやつを探してみようと思う。別に何をするわけでもない。ただこういう話があったって教えたいんだ。昔チャラチャラしてて無茶が好きな幼稚で偉大なやつがいたって、私に今の私になるためのチャンスをくれたって。手がかりをオイラたちにも教えてくれるか？オイラたちはしょっちゅう冒険に行くから、もしかしたら何かしら関係のある情報が見つかるかもしれないぞ。もちろんさ。ありがとな、こんなに熱くなってくれて。私も力になるわ。ありがとう、本当に感謝するよ。小さい頃から波乱万丈の人生を過ごしてきたが、結構ラッキーな方だったと思うんだ。少なくとも今まで私の身の回りにはいつもあんたたちみたいないいやつらがいたからさ。